キャム・ムルシアは、スペイン、ムルシア州・ムルシアを本拠地とする、サッカークラブチーム。1999年創設。ユニフォームサプライヤーは、ナイキ。1999年に、キャム・ムルシアとして創設された。2010から11テルセーラ・ディビシオン優勝。昇格プレイオフ敗退で昇格とはならなかった。2011から12テルセーラ・ディビシオングループ13、6位。 セグンダディビション B へ昇格した。コパデルレイで初の2回戦へ進出。2012から13セグンダディビション B 初挑戦のシーズンであったがグループ4、17位。テルセーラディビションに降格となった。2013から14テルセーラディビション優勝。プレーオフでセグンダディビション B 復帰を決めた。2014から15フランペレス、フアンゴンゴラ。 ののなどが加入。セグンダディビシオン B 復帰1年目ながらグループ4で第2位。昇格プレイオフで敗退した。コパデルレーで初の3回戦進出。2015から16セグンダディビシオン B で初優勝。セグンダディビシオンに昇格した。コパデルレーで2シーズン連続の3回戦進出。ライバルチームのレアルムルシアとの初のダービーマッチも行われた。 2016から17クラブとして初めてセグンダ・ディビシオンに挑戦。キャプテンはフアン・ゴンドラが務めた。ホナタン・メヒア、ウネルト・バシャ、ビエル・リバス、フアンでフアン・コジャンテス、ティトなどが加入。一時期7位まで順位を上げたが、その後降格圏内を低迷したことからシーズン中にはホセ・マリア・サルメロン監督を解任し、 フランシスコ・ハビエル・ロドリゲス・ビルチェスが新監督に就任した。年が明けてからは、ファン・マヌエル・デルガド・リョリア、セルフィオモラ・サンチェスらが対談。補強として、セドリック・マブアティ、イヴァン・サルバドール、マヌエル・サンチェスなどの選手が加入した。コパ・デル・レイでは、クラブ史上初のベスト32まで進出したが、リーグ戦では、39節のレバンテ・ユーリー戦から、 最終節である42節、ジムナスティック・タラゴナ戦まで3連敗し、リーグは19位で終了。クラブは、セグンダ・ディビシオン B へ降格した。それにより、クラブのセグンダ・ディビシオン A の挑戦は1年で終了することとなった。シーズン終了後には、フランシスコ・ハビエル・ロドリゲス・ビルチェス監督を解任した。 2017から18セグンダディビシオン B2 サウン4年目のシーズン。新監督として、ルイス・プラナグマ・ラモスが就任。ミゲル・エスカローナが引退。ローン一席で加入していた、フワンデ、ホナ、ペルミジャ、ダビド・マジョラル、イバン・サルバドールが退団し、各クラブへ復帰。ダニ・ペレス、イシドロ・ロス・リオスが、レンタルバックした。ノノ、ウーゴ・アルバレス、ビエル・リバス。 フェルナンド・マルティネス、ウナヤ・アルビスは、ダビド・モリージャス、テキオ、ナタリオラが対談。それと引き換えに、カルロス・モレノ、マーク・フェルナンデス、チェビ、ポルバ・バジェステ、ヘルマン・パルレニョ、ビクトル・ガルシア、アルベルト・ビバン・コスラが入団。コパデル・レイは、FC ・カルタ・ヘナに、延長の末破れ、1回戦敗退。2017から18シーズンまで、同じムルシアをホームタウンとする。 レアル・ムルシアとライバル関係にある。その2クラブの関係は、2014年からクラブが、レアル・ムルシアの旧スタジアムである、エスタディオ・デラ・コンド・ミーナを使用し始めたところから、緊張状態が続いている。2015から16シーズンのセグンダ・ディビシオン B で、最初のこの2チームの試合が行われた。レアル・ムルシアのサポーターは、クラブの躍進を嫌っている。 パルレニョモレノダニペレスフランペレスゴンゴラキトコ、ビバンコスエムフェルナンデスロッペスアーロヨロドリゲス、カッコ内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権、星印は EU 県外選手を示す。インアウト。ありがとうございます。